2023年秋アニメ、格付けした結果。間違いなく2023で最大の豊作クールになったな。いや少なくね。この一致はわかってるね。君ゼロが面白いぞ。希望の力は？ラグナクリムゾンは？今季も豊作だけど去年の秋には叶わねえな。今季は質アニメ多いわ、派手さはないけど、去年にも匹敵する。最果ては？ラインナップが2だね。却下のそんな高いか？コメディも萌えもトップクラスやろ。スパイ、フリーレン、引きこまり、最近本数見られなくなってきたわ。ナローが一個も入ってないな、ナロー嫌いか。ナロー好きな人間なんて存在するの？ナロー無理なのにフリーレンはいけるんだな。フリーレンは俺強い要素はあるけどナローではないやろ。ナローだったらフリーレン以外活躍がないモブになるから。ラグナクリムゾンは今季じゃなかったら継続してるくらいの1話だった。ぶっちゃけアニメの質上がってるよね、解雇中は否定するけど。結局感度高くて無知なアニメ初心者の頃が一番面白いからな。フリーレン、引きこまり、スリアが毎週楽しみに見れた、ヘルク、コブスレ、聖剣、ルロケン、アメイロプロトコル、ラグナクリムゾン、カゲジッツ、推しは悪役令嬢は毎週ローテに入ってる。カノカノは紫が強すぎて他がね。杉田と早見なんやん。あの杉田合ってなさすぎて。杉田って何やっても合ってない言われてるな。カモのハシロンは？ 1 話見たけど聞かれなかったし、その後の評判も微妙っぽかった。アンダー忍者と MF ゴーストおもろい。影実面白いわ。今季は噛み合ったが当時アニメ終わってるわ、ダンジョン飯だけやん。フリーレンとクスリアは珍しくステマ通りに面白いなと感じる作品やわ、ガンダム、水星、ぼっちもなびかなかった逆張り人間の愛も乗っかるくらいにはハマってる。去年はスパイファミリーとリコリスも人気だったがそれはどうだったよ。リコリコ大好きやで、スパイファミリーは。シャンフロが入ってないんやが？実況プレイとか見ない派だからね。マオマオってそばかすにする必要あった？評判はええけど絶妙に可愛くなくて見る気しない？あれ泥やぞ、人さらい対策やからたまに落とす。ワイは16ビットと聖女しか見てないんやがどんなイメージ？初老のおっさん。右とダリおもろいんか？なんとなく見てないわ。百科のとかのかのという、そばからグコメの双璧。薬屋は？ 3 話まで見てきった、いつものナローだった。薬屋フリーレン呪術しか見る価値なかった、来期日体。ステマ30しか？友達とのコミュニケーションツールとしてアニメ見てますって感じ、よろじゅう。普通に星屑テレパスで抜くよね、なおくそうもんない模様。見れない定期。配信してたら見てたかもしれん。ギスってる原因のはずのライモンが実は巻き込まれてる側だからな、むしろ海下にヘイトが向くという。プマイ1期の方が面白かったよな、主要メンツ同士のバトルっていう最大カードを1期で切っちまって今期の共闘路線は微妙。もっとネタアニメに振り切るべきやわ、そもそもラップで攻撃してるだけで何やってるのか全くわからんし。アンデラ見てないとかアニメ好き語る資格ないだろ。2話まで見た、しつこいセックスアピールと、戦闘しかしてなくてキャラや世界観の掘り下げが少ないのが自分には合わなかった。3話から本格化してくるからアンデラにはギリはだいぶもったいないで。ラインナップが2だね。順張りの格付けはアニメ系 YouTuber 見ればいいぞ、あいつらネットで盛り上がってる順にランク付けしてるから。MF ゴーストが前評判よりずっと面白かったわ。